はい、こんにちは。つかつでーす。ということでね、今日もやっていきましょう。いやー、今回はこちらを紹介します。ここの本屋ですね。普段はね、ここね、文庫本入れてて、単行本入ってないんですよ。ここのね、単行本は、右のように、文字通り積んどくになってて、整理できてなかったんで、今回全部入れて、持ってる単行本全部入れて、整理しました。で、それを紹介するんですけど、僕の持ってる小説の単行本っていうのは、二つあって、一つは、こっちのね、いつも つしてるここにある単行本ですね。これは文学賞を取ってる単行本なんですよ。で主に純文学ですけど、例えば芥川賞とか、まあ、三島賞とかのま文芸新人賞とかがある単行本がバーってあるんですよ。でもう一個今回並べたのは主に文学賞を取っ なない単行本なんですねどっちも主に呪文学ですよ。主にこの下のね、二つの本棚なんですけど、上のね、ここの本棚は、それ以外の単行本って感じかな。次の動画でね、この上だけを紹介しようかなと思ってるんですけど、まずは、この下をね、今回紹介しようと思います。まあ、こっからね、ちょっと見ていきますけど、まず左上からね、まずね、朝吹真理子さんのタイムレスがあります。いいですね。朝吹真理子の方もっと欲しいんですけどね。で、あと、 工房が3冊ね。カンガルーノートと、あと第2程度ね、緑色のストッキングがあります。これはあの劇ですね。戯曲が入ってるやつで。で、安倍和茂のリトルモアから出てる四角。あと池田スオですね。窓、まあ、からローマが見えるとね。あと石田千さんね。石田千さんって、もともとエッセイから出てるんだけど、小説も書いて、芥川賞の候補何回かなったけどね、取らなかったんですよね。で、石村美智子さんの天候。 で、あと、石黒達明さんのね、94627。これなんかね、100円で見つけたんだけど、2、3000円しますよ。<laughs> 石黒達明ってね、高いんだよね。元々、海安新人文化賞出身の作家ですけど、これもだって、あの、出版社ベネッセですからね。で、あと、伊藤聖光さんね、存在しない小説と。これ、小説禁止令に賛同するっていう小説で、今、主営者文庫から出てますけどね、文庫も欲しいんですけどね。で、あと、ドンブラコーがあります。で、あと、犬明人の3冊ね、ピンゾロ、ヒ、ドロニア、 芥川賞のね、候補にね犬やきトさんも大量になってたけど取らなかったですね取って欲しかったけどね面白いからねであと井上光治さんの小屋ねこれねここ紙じゃなくてね布地なんだよねこれ布地でねこういうのなってるんだけど変わった表紙でねあ面白いと思って買っちゃいましたけどで今村菜津子さんのアヒルがありますアヒルとか犬やきととかさ、まあ、伊藤聖子とかもそうだけど芥川賞の候補にはなってるんだけど取らなかった あったって作品は結構ここにありますもちろん、アクタガー賞の候補になったアクタガー賞は取らなかったけど、他の自分学系の賞に受賞するっていうことはありますから、そういうのはこっちの本棚に置いてんですよね。僕は作家で並べてないからね。同じ作家でもこっち側とこっち側で別々に置かれることがあって、それは面倒くさいんですよ。ま、あでも、それはもう分け方の問題だから仕方ないけどね。で、あと、内村くんぷさんのね、M と Sigma。この人ってもうこれしか出して ないよね多分でこれ芥川氏の候補になったけどそっからで何も多分ないんですよね謎の作家だったんだよねこの人で上田隆弘さんの、ね「9ねこれはいいですね上田隆弘の方もっと欲しいんだけどねなかなか売ってないですねで大森兄弟のね「うなの果ての型」っていうのとあと大西巨人の「祝図インコ通り教、ね」っていうねで下行きますとこの左はね援助等ですねセルフリファレンスエンジンと田辺聖也との共著のね読書で離婚を考えると。 これはペンですね。これはペンですってね、何とか賞を取ってたような気がするんだけど、その何とか賞はマイナーな賞じゃなかったかな。だからこっちに入れちゃいましたけど。あと、大江健三郎ね。大江健三郎もっと欲しなきゃね、単行も。たまに売ってるよね。懐かしい年への手紙と、憂い顔の同志と、老タ子アナベルリー、宗桁つ見まかりつがありますねあの。もっと欲しいですね。小川国夫さんね、大家と黙っているお袋っていうね、小佐野ダンさんのね、社軸ですね。これね、素晴 に掲載されてたやもともと歌人だったっけの人なんだよね。で、結構文芸誌でなんか発表してたりするんで、で、これも小説でね、へえと思って買っちゃいました。あと、尾崎世界観の2冊ね、犬も食わないと、すけね。今、尾崎世界観ね、この前芥川賞の候補になってましたから、いつかもしかしたら芥川賞取る可能性ありますからね。で、大前葵さんの3冊ね、私とワニと妹の部屋、回転草、ぬいぐるみと喋る人は優しいと。今、この大前葵さんは来てますからね、もしかしたら 北川賞の候補とかになる可能性も全然あります。で、小野正嗣さんね。あと、新井千尋ささん。ん。伊藤あかりさんで、あと、大城達弘さんありますね。大城さんは92歳の最新作品集ですから。で、大場美奈子さんのね、浦安歌日記っていう本で、これね、紫式部文学賞かなんか取ってんだけど、紫式部賞はね、集めていないので、こっちには置いてないんだけど、でもまあ、またちょっと調べて、また買っていこうかと思いますけど。で、あとこれ、小川陽子先生の、冷めないコー あの、これ福竹書店ですね。今は亡き福竹書店。北野武史第一短編集純文学ですね。これ短編集だけど、文芸に載ってたらしくて、一応純文学になってるんだけど、あの、北野武史名義で出した本らしいんですね。いつもはビート武史名義で出してるんですけどね。でもこれは北野武史名義らしい。だから名義が違うから第一短編集にしてるらしいんだけど、あとオン、恩遊樹さんね。恩遊樹さんあの、真ん中の子供たちでアクタガ書の候補なんだけど、台湾人作家なんですよね。アクタガ書取らないのかなぁ。で 加田十郎さんのね君と変わる日これね、取り替え場や物語らしいんだよね。河合早し絶賛って書いてますけどね。あの、面白そうと思って買いました。で、あと、川西ランさんのボディコンシャスがあります。これ、ベネッセですね。であと、川上芽衣子さん2冊しかないんだよな。先端で刺すは刺されるは空英和と、ウィステリアの3人の女たちね。これ、先端で刺すは刺されるは空英和は、最近、ちくま文庫に入ったんだよね。最近ですよ。これ、何年も前の本だけどね。で、この下行きますと、 カシマダマキさん結構僕持ってんだよね。ゼロの王国がかなり分厚い本で、表紙も良くないですかバンプのスペードのゼロなんだよね。かっこいい感じ。カシマダマキさんってね、初期の方は文庫化されてたけど、もう最近の方は文庫なかなかならないんだよな。芥川賞も三島賞も野間文芸新人賞も取ってんだけど、どんどん文庫化してくれよって思うんだけどね、なかなかならないんだよな。で、木村雄介さんの幼子の生産ね、あの木村祐介さんも芥川賞の候補になってます。 あと木村久美さんねユキコさんの足音と島の夜ってあるんだけどユキコさんの足音も芥川賞の候補作ねこの帯がいいよね新境地の芥川賞候補作とこういう芥川賞候補作って書いてる帯欲しいんだよな黒田夏子さんのね組曲忘れ工事ありますねエビサンゴの人ですけどね漢字体の踊りの単行も欲しいんだけどね昔よく見たんだけど今ないんだよな木下古栗さん3冊ねもっと欲しいんだけどね木下古栗もさ芥川賞のさ候補 になななったことといいけけどどつかなると信じてんだけどそれかもう見しましょうとかどでかいやつ取る可能性ありますからね。着目すべしという感じ。あと倉橋由美子の全エッセイ私の中のカレー。これも古い本だけどね。なんかカバーかかってんだよねこれね。講談社文庫で出てるらしくて文庫でも見ない本なんだよね。であと玄月さんね。玄月さん結構何個か本出してんだよね。であと小屋野淳さんね。星お前。であと近藤慶太郎の白線 こうあと小林絵理香さんね最近結構再ブーム来てる感じしますけどマダム・キュリーと朝食をで芥川賞の候補に1回なりました小矢田夏樹さんね望むのは小矢田夏樹さんってね三島賞かなんかもう撮ってる作家でもともとね純文学の流れの人じゃないんだけどなんか純文学の道に入りましたよねこれはまだね多分純文学じゃない新庄掲載じゃないような気がするんだけどあこれは小説新庄ですね小説新庄っていう雑誌と 身長ってう雑誌があるんですよ。違うんですね。調査身長はどちらかというとエンタメ系で、身長はジュ学だからね。 全然違いますからね。で、あと小林教授が2つね、ゼウスガーデン水防止と邪悪なる小説書あります。で、坂田博夫ね、ピーター・パン探し。あと佐藤千佳さん、壊れるほど近くにある心臓ね。まあ、この人は文芸賞出身の人で、まあ、それから全然本出してないイメージあるけど。で、沢西祐天先生ね、別府フロマラソンと文字の消息沢西祐天先生はね、あの、諸子官官房からね、どんどん本出してるんですけど、なんか芥川賞の候補とかになってほしいね。で、島田雅彦先生 の亡命旅行者はつぶやくこれあの芥川賞候補作の帯追剣ですよねあと椎名林蔵のね懲役人の告発これ純文学を書き下ろし特別作品のシリーズなんだけど椎名林蔵もだいぶ古い作家だけどねでこの下行きますとあのここでショーのより子がね結構並んでるんですよ9冊ねショーのより子あるんですよでこれは文学賞取ってないやつだから取ってる単行本は僕持ってるんですよ200回忌とかタイムスリップコンビナートとか持ってるんだけど章のより っっててめちゃさ単行本出してるよねで、見ないよね。欲しいんですけどね。あの、ガラス生命論とか高くなってますよ。多分。2000円とかすんじゃないかな。太陽の巫女とかも高いと思うよ。あの、すべての作品を単行本で持ってる人いたらね、僕ほんとすごいなって思うわ。拍手ですよ。よう集めたなって思うよね。で、あと、住谷渡るの開玉っていう本あって、これあの、芥川賞の候補になったらしいんだけど、それから書いてないんじゃないかな。そもそも芥川賞って新人が、 ノミネートさえぬので、もうその本出したら、そっから発表されてませんみたいな人いるんだよね。そういうのも集めるのが楽しいわけ。実は純文学の醍醐味は。候補作をね、知るとね、面白くなるよ。芥川賞は。で、篠原はじめさんの天国の扉と誰が小マどり殺したの。で、あと、聖来雄一さんのね、これ夢の線と悲しみと無の間なんだけど、これ元気処分なんですね。これね、200円で売ってたんですよ。で、奈良のブックオフで売ってたんですけど、あれと 元気勝負しかもセイラー優一かよと思ってびっくりしてやっとと思いましたね。であ高井祐一さんのね、あの肌鍵。この人も昭和作家っていう感じだけどね。であ高尾長田さんの2冊ね、影姫と音に聞くね。どっちもね、芥川賞の候補作で。高尾永芥さんはね、3回かな、芥川賞の候補になって、そろそろ取るんじゃないかっていう感じしますけど。高橋宏樹さんの2冊、スイミングスクールと朝顔の日。朝顔の日は芥川賞候補作と。ススイミングスクールの中にも短冊な 流っていうね、川候補作が入っていてい結構面白いね作品なんですけどあと滝口優勝さんのナスの輝き降下戦ですねこれもねなかなか面白いっていうかであと伊達一行さんのワ金沢サ水祭と黄金地と書いてアーマスと読ませるみたいですけどであとこれ田中康夫さんの33年後のなんとなくクリスタルですねこの帯がすごいけどねすごい人たちが帯書いてるんだよねこれびっくりしますけどねであと高橋玄ちゃんのねペンギン村に日は落ちて あとね、これ最近買ったけど、高山はねこさんのイカ様ね。高山はねこさんね、もっと本欲しいんだよ。なかなか売ってなくて。普通に近所のブックオフで200円になってたね、イカ様。ええと思って、絶対買うしかないと思って買っちゃいました。で、あと田中信也さん3冊ね。最初へと。ノート苗木、美しい国への旅ね。僕ね、文庫化されてる本は単行本で買うか悩むんですよね。文学書取ってる本は絶対買うんだけど、文学書取ってなく、文庫の入手がたやすい 授学の本はちょっっっとどどううしよてて思ってるのはねねそここ、ね、悩みどころなんで、すけどねで次ね、この上行きますと。で、ここで、タワダ陽子先生の、アメリカ非道の大陸制度者ですね。タワダ陽子先生はね、文学賞もよく撮ってるので、こっちの本棚にね、置かれてる単行本もあるんだけど、でもそんな持ってないね。だから、欲しいんだけどね。で、あと、筒井康隆先生のね、単行本ね。僕、筒井先生めちゃくちゃ好きでね、あの、文庫でね、ほとんど持ってんだけど、も の領域とかままだ文庫化されてますよねでジャックポットが一番最新作かな血管大百科とあと最近人間もね文庫化されてないと思うんだけどよくね売ってるんですよ。 復興で本エディプスの恋人とかさ、パプリカとかあるんだけど、買うか悩むんだよな。でもまあ、また買おうと思いますね。で、あと、辻隆の終わりなき祝祭。で、長山紀夫の捨て子ごっこね。これ2000円ぐらいすると思うんですけどね。で、あと、中上賢治のね、ワニの聖域ね。これ遺作ですよね。中上賢治の最後の作品ですけど。で、あと、長沢圭さんの、性筆の日。これ、福竹ですね。で、あと、中平真美さんの映画座ね。この人、文芸賞出身。で、中山咲さんの、血と肉 もこれも文芸賞出身かなゆうすけさんのね最高の任務とあとミック・エイボリーのアンダーパンツねこれはあの国書刊行会から出てますけどねゆうすけさんはね芥川賞取ってほしいね三島賞とね野間文芸新人賞も取ったのであと芥川賞だけなんですよねであと畑山宏さんの四角い女この人も古い作家ですがで畑圭介さんのメタモル保ですね文庫でも思ってますけどあとヤユタ豊かね長寿と没がこれ対話集でね未来社会出てますけど で、あと、虚空ですね。虚空は、現代視聴者から出てますけど、いや、なかなか売ってないですよね、羽根とかね。これ、どっちも200円でゲットしています。で、林京子さんのギアマンビードのね、平野啓一郎の曹操の第一部第二部、広小路直樹さんの清とこの夜とかね、まあ、ありますね。で、下行きますと、で、古市のりさんの平成軍三夜なら、これ、芥川賞の候補になりましたけど、他にもね、古市さん、色い々ろいろ本出してますよね。それも欲しいんですけど、あと、このでっかいやつね、古川秀夫の南無 ロール21部っていう本だけどごついよね小説のモンスター誕生って書いてますけどねであと福永慎さん、ね、が3冊あって星座から見た地球と星座と文学11111 11がありますねであと古い吉吉先生2冊ねもっと欲しいんだけどね安らい場だと白髪の歌で古川誠さんも四時過ぎの船と落語の家がありますどっちも芥川賞候補ねで保坂和さんは4冊ありますね式伝主張と遠い初と,と30歳までなんか 途方にで、あと、星野智之さん3冊ね。無限道と。呪文。植物診断室。これ、植物診断室、芥川賞候補作って書いてますからね。町田公のパンクザムラ嫌いと騒動。舞城、まあ、太郎も僕好きでね。文庫本持ってんだけどね。単行本も買うっていうことで。まあ、短編、五ぼ星も、これ芥川賞候補作ですけど。好き好き大好きも芥川賞候補じゃなかったかな。ビッチマグネットも芥川賞候補になってたような気がするけど。 のサワーヘッドみたいなや、つもも賞賞のの候補にななっってたたんんだだよなの芥川賞はねねねうう幻とと消えたんだろう、ね、きっと、ね、いや今後候補になって撮るってことはないだろうね。あんのかねあどうだろうか。そんな感じで下行きますと、前田史郎さんが4冊、結構あるね。前田史郎もね、この愛が挟みうちも芥川賞候補作って書いてるけど、撮らないんだよね。元々演劇の人なんですけど、小説もね、結構書いて、僕好きでよく買ってますけど。で、あと、松浦久。 めっちゃありますよ要は集めたよねこれ川の光とにと外電は文庫になってますけどあと庫にだってなくない ともえ、ふかの、かすか、BBPP があるんだけど、松浦久明さんも1年に1冊ぐらいは必ず単行本出すんだよね。もともとね、詩人とか評論とか言ってんだけど、小説もね、まあ年一で単行本出て、それ全部欲しいんだけどね。あと、又吉先生ね、劇場人間ね、火花の方は芥川賞取ってるから、向こうの本棚に入れてるってことですよ。で、松屋良平さんね、4冊あって、愛が嫌いと、僕はきっと優しいと、四季と、ン像を見込んでしたんと。これはあの、芥川賞候補作って って僕はきっと優しいの帯は新芥川賞作家傑作恋愛小説書いてんのこれいいよねこの流れよくないこの間に芥川賞受賞作みたいな書いてたりとかしてますよねであと松尾鈴木さんのねもうはいとしか言えない松尾鈴木も芥川賞のこう何回かなったけど取らなかったねで松並太郎さんねホモ・サピエンスの瞬間と月刊小説っていうねホモ・サピエンスの瞬間も芥川賞のこうになってますから松尾亜子さんのスタッキング可能村田清子さんの花のであと春樹ね 僕ね、春キの単行本っての、ね、は、ほとんど持ってなくて、文庫で大体揃えてるからね、あの、色彩もあるし、職業もあるし、騎士団長もあるし、一年生を担当すると猫を捨てるは、まだ文庫になってませんけどね。まあ全部面白いんだけどね。いつか単行本で全部欲しいなって思うけどね。まあそんな感じで一番下まで行って、これで最後の段ですが、松浦理子さんのナチュラルウーマあと、室井光弘、ね、二冊。そして、こうと、あとは、野レ。この人は踊るデクでく、芥川賞取ってる作家ですけど、もっと欲しい。 よねであと村田沙也加さん3冊あります生命式消滅世界地球星人ありますね村田沙也加さんは三島賞野間文芸新人賞と芥川賞取っててその3冊も持ってます全部ね全部右の本棚に行ってますけどねであと宮沢清さんの不在あと宮内勝助さんの金色の虎で宮太郎さんの有告者たちがあるんだけど元栄子ねが静かにね静かにと本棚ちゃんと絶望がありますね元栄子も 三冠王のうちの一人なんですけどね。森内俊夫さんの道の向こうの道。あと森敦さんのね。浄土。これは箱入りです。で、森牧子さんの黄色い娼婦があって。 で,で、あと、ヤンイーさんのすきヤきキが、山本美智子のヘビイチコ、男女相関図絵っていう、お帯いいよね。で、あと、これ、横田はじめさんの落とし物っていうね、これ、あの、書紙奇水域っていう珍しい出版社が出てんだけど、横田はじめさんは群像だったっけ新人賞出身の人でね、なんか珍しいと思って買っちゃいましたけど、であと、吉村万一先生5冊、海遊人ボラド病、リューランあと、流しの下のうちゃん、これ漫画ですけどね、芥川賞作家がさ、漫画描いてさ、 出したってていいうのの初めてじゃないあんのかなあかで、あと、読曲45がありますけどで、あと、吉田智子さんのね、これ、大鳥。これ、あの、書き下ろし新潮劇場なんで、演劇の戯曲ですけどね。で、あと、吉本バナナのアムリタと、白川与船があります。福武書店版。あと、リー海星の、追放と自由と。で、最後に、リービ秀夫のね、国民の歌。最後の国境への旅。の2冊があると。 いうことですね。一冊だけここに置いてるのは、これマリアサイチ先生の裏声で歌え、君が代がね、一冊だけ外に置いてるんですけど、箱入りのやつで新調者が出ている、自分学書き下ろし特別作品なんですけど、これね、ほんならね、入らないんですよ。このシリーズってね、箱に入ってて、この大きさね、ギリギリ入ったりするんですよ。この辻隆の同じシリーズなんだけどね、自分学書き下ろし特別作品。これは入るんだけど、こっちは入らないんで、<laughs> なんでと思ったんだけどね。まあ大きさ微妙に違うって といううことなんでしょうね、はあ、結構ね、いい本を買ったような気がします。現代呪文学のね、作家たち多いんですけれどもね。ここをね、整理したの初めてで、これ並べたの良かったですね。次回はね、ここを撮ろうと思う。ここね、エンタメ系なんで、まあそんなところかな。はい、あ。また、次回ね、こっちの方なん,ん紹介しようかと思います。今回は終わり。高評価、コメント、チャンネル登録ね、どうぞよろしくお願いします。ではでは、つかちゃんでした。バイバイ。